皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケケでございます。じゃあ今回もポケモン BW2 ランダムマッチ実況プレイの方やっていきたいと思います。今回のパーティーは言いますよ、マタドガス、ペンドラー、ドクロククロバット、ドククラゲ、ローズレイドと前回と引き続きこのパーティーでいきたいと思います。で相手はソラールさんで、相手ソルロック、リングマ、ルフーミカールゲ、シャンデラ、エムリット。なんか変わったパーティーですね。これはどういう感じで攻めてくるのか、これは見ものだということで選んでいきましょうか。初手エルフンミカルゲが来そうだから、何行こうかな。まあ初手クロバット安定で、リングマがちょっと怖いからドクロック行かせて、でドクロックで倒せないミカルゲ、まあ、ミカルゲクロバット安定のペンドラー、安心と信頼のペンドラーでいきましょう。では対戦よろしくお願いしますと。これは久しぶり、もうずっとため撮りだったんで、これほんま久しぶりの実況なんでね、まあ、頑張っていきましょうか。ソラールさんよろしく。ソルロックか、ソルロックかエスパー岩だっけ、確かエスパー岩で、こいつは多分補助型だと思うから、ここはまず挑発を打っていきましょう。挑発ぽいぽいとしていく。でソルロックはどうなるか、多分補助技使ってからず、キャットリックルーム、トリル型か。これでお前の肩は分かった、トンボ返り。よし、トンボ返りでまず戻りましょう。相手は多分ほとんどすることはないと思うから、トンボ返り効果は抜群だということで、ちゃんとソルロックのタイプを知っているんだからね知ってるから、ちゃんと知っているからね。でここで出すのはドクロック。相手打つとしたら何だろう、補助技使えんようになったから何打つんだろう。ストーンエッジか、あこれエスパーやからエスパー技打ってくるんか。でも挑発したから、挑発したから、あまず猫魂かな、何打ってくか。挑発解けた、これ挑発解けたんじゃね。やっぱりミスった、普通に不意打ち。どうかな、トリルーツ予想、ドレミンパンチ、これ効果倒倍か、倒倍いくか。うおーし、これでスパウダー打ってくれんかったら、オッケー、トリルか、トリルならまだオッケー。でここで相手がどうするか、入れ替えて、まあ攻撃してくる読み不意打ち、来い、来たー、クノジュエル不意打ち決まってくー。ソルロック突破、相手多分サイコクネシスとか打とうとしたんかな。よし、そまずソルロックを突破、トリックルーム打たれたけど、まあ大丈夫。次リングマか、リングマーサーがスピード遅いし、こいつなんだっけ特性、まあ、ドレインパンチ打っていきましょう。守ってきた、加速は毒毒玉、火炎玉あたりかな、やるとしたらまあこれで時間稼いで、あ火炎玉か、根性かこいつ。リングマ使う人あんまおらんからな、トリル根性、うわ辛っ、うわーすっげえコンボ、うわこれは見事、見事リングマンだけどね、お前はもう攻撃しかしないっていうことは分かったから、ペンドラー行きまーす。でここでペンドラーで、相手のが、まあ、トリックルームで早いから、ここでガムシャラ、相手から元気を見た、から元気、バッカメガ、バッカメガ HP1 ごっこと気合いのたつき残る。でここでガムシャラー、ガム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 と打ってく。で相手残り HP1 でやけどで落ちていくという、頭脳プレイですよ、これこそペンちゃん、さすが頭脳プレイにもちゃんと対応できている。でこれ時空が戻ったから素早さはこちらの方が早い、完璧で、エムリットさんこいつも遅いんだよどうせ。でこいつはエスパータイプだからずっこけんなよ、メガホン、メガホンが当たってくー、落ちたな、うん、はい対戦ありがとうございました。ペンちゃん今日はこけんかったな、オッケー。ソラールさん対戦ありがとうございました。まあ今回ペンちゃんこけなくて済みました、よかったよかった。
またペンちゃんこけるかと思ったけど。またペンちゃんこけたらほんま多分大爆笑だけどな。よかったよかった。よし、対戦だった。ポケモンもなかなか面白かったしな。じゃあ次の対戦に行きましょう。でね、もうすぐ、フレ戦実況の方もやっていきたいし、で、まあいろいろ呼ばれて実況者大会、なんか、他のポケモンの実況者さんとの大会に参加することになりまして、もうすぐ予選であります。頑張って、予選を勝ち抜きたいんだけど、自信がない。自信がないんだよね。こっち毒タイプのポケモンいろいろ見せてるから、なんか肩はバレてるからな。どう、それをどううまく回していくかっていうのが、そこまた難しいとこなんですよ。実況者同士やったら、動画を出してるものやから、スパイでその動画を見て研究したりな、したいんだけど、相手のチャンネルなかなか一人しか見つからないっていうね。あ、二人見つかったかな。でも僕、他の実況者さんのポケモンの動画見ないんだよね。まあ、なぜかっていうと、まあ、個人個人、そういうポケモンに対して考え方とか、そういう価値観とか全然違うから、ある人は中ポケ好きだけど、中ポケ好きで中ポケで戦うのは好きっていう人もおるし、僕は中ポケは大嫌い。マイナーポケモンで勝ちたいっていう、そういう価値観の違いっていうのが生まれるから、僕もどっちかというと中ポケ嫌いな方だし、それでマイナーのそういう毒ポケモンとか使ってて、まあそれであんまり僕、人の動画とそういうポケモン対戦見ると、文句言ったりするんですよね、やっぱり。文句とか、あ、これこうなのにって、こんな、マジでこんなポケモン使ったの、ダッサーとか、思ってしまうから、あえて僕は見ないようにしてるんですよ、本当に。見たいんだけど、他の、どういう対戦してるかっていうのは見たいんだけど、それ価値観の違いとか、そういうんで僕あんまりもう、見たくないんだよね。だから研究もできない。だから僕の頭の中に入っている、そういうポケモンの型、戦い方の知識をフル回転して戦っていな、いかなければならないという、それが難しいとこなんですよね。まあ有名なポケモン実況者の方もその大会に出るみたいで、まあとても楽しみなんですよね。まあ決勝トーナメントいったら戦えるかなっていうくらいですかね。本当に戦ってみたいですよ、みんなと本当は。ということで、話すことはなくなった。ということで、カット。カットするか。はい、見つかりました。はい、ナウシカさんですね。日本の見える本気で勝負。わかりました。じゃあ本気で勝負しましょう。で、相手のポケモンは、ゴーカザル、キングドラ、ランドロス、ボルトロス、スターミー、カイリュウ、チューチューしてるね。ということで、初手は、ボルトロス安定ですね。こいつ、じゃあペンドラ出しましょう。で、ペンドラに対してできるのは、サル、ボルト、スターミー。ってことは、グドラ、ランドロス、カイリュウをどう突破するか。カイリュウの突破法ね、僕まだ考えてないんですよね。あると言ったら、なんだないね。またドガスかな。またドガス出しましょうか。物理3体いることだし。んで、あと対応できない。キングダラをロズレードで落としたい。よし、行きましょう。ペンドラ、またドガス、ロズレード。このパー3体で、このナウシカさんと対戦していきたいと思います。あえて考えてる。まあ、毒パーだからね、こちらは。まあ、なかなか考える時間も、ないよ。あと25秒。ああ、特に話すことないんだよな。で、注意したいのはね、グドラがアメッパの水水型なのかっていうとこかな、やっぱり。一応スナイパー型も流行ってる、流行ってないか。でも、どこで雨降らすんだろうっていうのは、スターミーかな。残り2秒で始まった。では、対戦よろしくお願いします。ナウシカさん。よーし、相手のパーティーまず確認だ。ということで確認していきましょうか。1体目予想は僕はボルトロスにしている。こちらはまずペンドラを出していく。安心と信頼のペンドラ。相手はスターミー。フレーミーじゃないよ。
あ、下見子。な、しょってメガホンやな、やっぱりこいつは。タスキ持ちかもしれんけど、メガホンって僕は。相手はどうする？サイコキネシスってことは虫の知らせが発動できるということか。HP はどこまで削れる？ 1 になった。で、ここでタスキごっこと、まあ、スカーフ複製かなっていうことで、これ虫の知らせメガホンが当たっていくー。オッケー、ずっこけないペンドラ。やっぱ安心と信頼のペンドラ、ここタスキだー。素で早かったー。どうしよう。またドガスとロズレードか。落とそう。ペンちゃん、どんまい。ごめん。やっぱタスキかー。どうしよう。やっぱドクロック、ドクロックの猫玉で落としたかった。あー、ドクロックか。じゃあこれロズレード行くしかないな。とりあえずサイコキネシスを耐えるか読みでいかなあかん。でも相手のパーティーとは考え、ランドルス、ボルトルスとかいろいろおるから、ここは考えてメザーコーリ打ちましょう。いろいろ考えた結果、メザーコーリが一番安定すると見た。ゴーカザル来たらドンマイだけど、耐えた。さすがロズレード、少し D に振っている、振っているから。まあ、ちゃんと耐えるんですよね。じゃあ、メザコール打って、で、これで今一つやから、炎って多分予想すると思うんですよ、スターミーは。スターミーじゃねえわ、相手は、相手のアシカさんは。だから、炎に有効なゴーカザルを出してくる。やめてよ。やめてよ。ゴーカザルは、ゴーカザル、ボルトロス。相手のが早いなぁ。これはダメだなぁ。メザコーリ。10万ボルトかなぁ。電磁波。電磁波来い。10万ボルトでした。んで、ロズレードが落ちていく。これはちゃんと考え、戦えなかったなぁ。ちゃんと考えたらよかったなぁ、もっと。残りマタドガスでどうしろという。マタドガスで、大文字。相手は10万ボルト。耐えろ、またドガス耐えろ。物理特化またドガス。特防もちょっと高い。大丈夫、お前なら耐える。耐えるんですよね。でも大文字急所でも落ちるかな。あー、大文字急所で無理か。ってことでこの対戦はどうなるか。相手の10万ボルトズバ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 ーと当たっていく。シュッて落ちる。落ちた落ちた。対戦ありがとうございました。ちょっと浮かれすぎたかな、さっきの対戦で。ちゃんとボルトロスが読めんかったな。最初がまさかあいつだとは思わなかった。ボルトロス初手だろ、ああいう時は。まあそんなことも言ってもしょうがないんで、まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。多分次回からフレセン実況になるかな。多分来週はフレセン実況になってると思います。なってるかわからないけど。ということで今回見てくれてありがとうございました。では次回の実況でまた会いましょう。さよなら。